今日は10月1日スタートの日ですねカンナ月スタートでございますはい10月もですね朝4時から夜7時までナイター営業24時間電話受付一つ皆様よろしくお願い申し上げます金箔が吹いても剥げない国産仏壇お仏壇の販売が転職った後期でございます2023年10月の1日今日は日曜日ですね今ちょうど6時5分の 朝動画でございいまますはいまああの今ですね、雨が降ってるって、もう今やんだろうかな、あれまだ暗、やっぱ10月になるとやっぱ暗くなってますね、今ちょうど6時5分ですけど、ですねはい今日から10月のスタートでございます、先ほど神様のあれも全部交換いたしました、酒、米、水ですね。はいまあ,あの 10月もですね、元気に朝4時半からですね、朝4時起き、朝4時半出勤で、夜の7時までナイター営業、さっきも言いましたように、年中無休がモットーでございますからですね、はい、それと電話は24時間電話受付、ですから、お仏壇のお困りごと。 買わなくても結構でございますお仏壇とか神棚線香、ろうそく珠とかですねいろいろなんだろうかこらーっちゅうとこあったらですねお電話くださいまあ,あの私もですね実はお電話とても助かるんですよこの YouTube のネタになりますからですねもう いうかですもう無料で、もう私はこう見えてもですね、もうお仏壇仏部のコンサルタントでございますからですね、あの、私の知ってることはもうその場でお伝えしますし、わからないことは調べてからまたご連絡しますからですね、はい、まあ、一応、ベテランでございますからですね、もう、もうこの道かなり長いですからですね、はい、皆様のそういう形でお役に立てたら幸いでございます。それとお仏壇部 あのおおのですねご注文もよろしくお願いしますはい、あ、そうだったそうだった。ちょっと待ってくださいね。まあ長くなりますけどね。はい。10月、神奈月スタート。神奈月中いうのはですね、神のない月とかで実は神の月だそうですね。あのまあ、もちろん泉の方にもか神様行かれますけど、全員行かれるわけじゃないみたいですね。ちゃんと地元にも残ってらっしゃるそうで、交代交代で行かれるそうでございます。はい。神奈月スタート。まあ、まあ、あの 五穀豊穣、収穫の月ですよね。はい。一年のうちで一番いい月でございます。朝4時から夜7時、朝4時半、朝4時起き、朝4時半出勤、夜7時ナイター営業、年中無休、もっとでございます。24時間電話受付096329-0224。真夜中でも社長対応するんですよ、電話。はい。何でも言ってください。はい。 お仏壇お困りごと、あと、それと生活困窮者支援、仏壇無償提供、あの、今ですね、生活困ってらっしゃる方多いですよ、そういう方言ってください、このお仏壇は無料で提供してますので、はい、どうぞ私に言ってください、はい、生活困窮者支援、仏壇無償提供。えー えー、ずっと09074781086これは携帯ですね真夜中でも対応いたしますのでまああのお仏壇で社会貢献お仏壇で熊本にお役に立ちたいそう思っております一つ皆様よろしくお願い申し上げますはいここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます皆様の開運終わってお祈り申し上げます